なぜ東京国立博物館は日本の代表的な絵画を所蔵したまま展示しないのでしょうか<お>ルーブル美術館ではモナリザがいつも展示してあります他にも動画になったアングルやダビンチここに行ったら見たいと思う絵画がいつも展示してあります日本への観光客が東博に行ったら見返り美人やシャラック、北斎の神奈川 沖縄の,の図を見たいと思います風神雷神の屏風もレプリカでもいいのでい,くいつも展示しててほしいです天井を見ることで絵画の勉強にもなると思うのですがやはり商業的に特別展で小出しに催し物をしたいと考えているのでしょうかなぜこんなことを聞くかというと博物館の物販には 展示のない見返り美人ずやその他浮世絵のグッズが売ってるんです展示もないのに腹が立ちます好きな歌手のライブで定番曲のアコースティックバージョンを <laughs> 聞かされているようなもやもや気分になります理由をご存知でしょうか <laughs> ダサですこれは大丈夫ですかこれはねこれ,これと同じことを私いつも東京国立博物館の評議委員会で言って怒ら,怒られてるんですよ <laughs> <laughs> 俺ね、ほんでも俺,俺も本当に問題だと思うんだよ。世界の美術館博物館でそこの目玉展示品を見見られあのいつも見られないって日本だけだと思うんだよね。うーんでまあ見返り美人それが見返り美人のなんか例えば長谷川東博の人進図屏風とかもあれなんだけどそれで理由が一応ありまして。 それはですねあの文化庁長官裁定最初に出たのはねあれ平成8年かな1996年かなあの重要文化財まあ国宝も重要文化財になるわけですけども重要文化財の保護のためにねそのまあ目安としてよ年2回までで延べ60日までの公開に限定 するのが望ましいといとうそういうまあこれ法律じゃないんですよ文化庁長官裁定なんですよ、うん、っていうのが出て、うん、でだからほらわ和田もほらブラブラでさ、はい、日本美術の展覧会やるとさ、はい、必ず前期後期あるだろう、はい、あの展示会、はい、あれなぜかっていうとそのいわゆる60日ルールなんだよ。はい 60日る年間延べ60日までだから一回どっかでも出しちゃうと例えばもうそこで30日使っちゃうとあともう30日しか残ってない。えー、<laughs> そんんなのあったんですそれなんだよ <laughs> で <laughs> それがね確かやっぱり、あのー、厳しいって言いやだって陶磁器とかね刀とかね何も展示しても劣化しないじゃんみたいなことがあって。 それで、確か平成30年かなにそういう木とか石とか金属でできているものは延べ150日までみたいな「それも150日かよ!」ってのあったんだけどちょっと変わったんですよ。それなんで,すよでねこれもあんまりどまた言うと怒られるかもしれないんですけど。 でもそれ文化庁長官最低で法律で禁止してるわけじゃないわけですよまあ望ましいまあそうしましょうよっていうあれなんですけれども全般に日本の美術の世界って見せたくないっていうのがあるんですよこれ強くあるんですよ昔から日本美術の世界には目垢がつくという言葉があって、えー 人に見せると目赤がつくっていう言葉があって基本的に見せたくないいっていう伝統がまず一つあるんですよそれからその博物館の成り立ち家としてその欧米のヨーロッパの博物館ってもともと王様の持ち物だったものを市民革命があってそれが国のものになってそれを公開するっていう。 要するに下からの運動でできてるじゃない美術館博物館はところが日本の美術館博物館っていうのは国が作ったわけだよ、うん、お上がお上が作った博物館美術館なわけだよでそこはさ「あの保存研究」を旨とすべきっていう公開よりも保存研究が重点なんだよ、うん 保保存研究保存研研究究ねだから俺が学生の頃とかだとある国立のそういう美術博物館の人にもはっきり言われたんだもんあの美術館博物館は見せるとこじゃありませんって「<laughs> えじゃあ何するとこなんですか?」っつったら「<laughs> 保存研究するところです」っつって<ー>だそういうのもあってでだからその文化庁されて別にそれ変えていけばいいんだけどあんまり変えたくないんだよ。 基本出したくないっていうのがどうしてもあるんじゃないかっていうことをいつも言うんだけどいやそんなことありませんって言ってさガンガン言われるんだよ。<laughs> それでじゃあね実際ねまあ一番そのよく破損しやすいっていうのは絵ですよ。もううすぐすぐね危ないと違んんんですからって言われるだだよ <laughs> だけど実際みんな学園の そやなんかとお話ししててね。一番じゃ、あその日本がね、あぶ、怖いのはどういう時かっていうとね。移動の時だって言うんだよ。あ<ー>やっぱりその剥離したり、あの五分とかが特に取れやすいじゃない。だからもう、あの移動の時が大変で。全部こう、あのちゃんとしたあ敷いて、動かして、なんか落ちてないか。あ、と調べて、落ちてるの見つかったら、どっか取れた。か、たい<ー>、たい<変>、大変な。 大変なんだよ鑑、まあ、識みたいな鑑識みたいなだ,だからま,ましてさあの京都から持ってきたりとか時とかなんかもう日通さんの専門のあ,あれがや,やって大変なんだよ移動が一番リスキーなんだよだったら倉庫から出し入れするようにもね展示した状態でなんか例えばわかんないけど不活性ガスを充填したね あのそういうい展示ケース展示保存という形でね今時いろんな方法があるわけじゃん、うん、できないもんかと、うん、いうのを言ってるんだけどねそんんなのは不可能ですって言われちゃうんだよ <laughs> だけど本当にその皆さんおっしゃるようにおかしいよだってホームページにもさどこにもさ出てるんだもん「チョーリンズー風」って,って出てて「どこですか?」って言ったら「正月しか見れません」って。<laughs> それはやっぱりどうだろうっていうのがあるよ、うん、でレプリカ展示っていうことでさ、うん、やって松林図屏風なんかレプリカ作ったわけどこれべらぼうに金かかんだよ、えー、数千万かかんだよえーえー、まあその,そのレベルのレプリカ作ろうと思うとだからそれだったらねもうやっぱり展示保存っていう方法をね 開発しましょうよ。って言ってるんですけどね。うん、皆さんで声を上げていただいた方がいいと思いますよ。これはなか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 。なかなかこの壁本当に熱いんだ。ああ